皆さんこんにちは。飛騨の秀一アルティメット太鼓講座ボリューム53、今日はですね、よく聞き手、まあ右利き左利きか大きく分かれると思うんですけども、よく太鼓のセットですね、和太鼓セットを並べるときに、例えば左手が高い音で徐々に下がっていく、これはドラムセットの並び方ですね。で今度は逆の方ですね、右手側が高くてだんだん左に向かって下がっていく、これはピアノの鍵盤と同じ並びなんですけども、クラシックの音楽出身の方とか、そういう方がよくやってるやり方ではあるんですが、僕はドラム出身なので左が高くて徐々に下がっていくっていう方を、よく主にやってます。ただどっちでもできるので、今日はできれば太鼓を叩く方は両利きでいた方がとても都合がいいので、そんな練習をしたいと思います。まず、8ビート、ドンドンタンドン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 、これを右が低くて左が高く、これでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。左手が低くて右が高い音。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、右利きの人はこの左から始めるととても気持ちが悪いと思います。左手でビートの頭を刻むわけですから、それなりの腕力と、あとはそのビート感覚がないとかなりやりづらいんですが、これはとってもいい練習になるので、これを交互にやりたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、続ける必要はないんですけども、右だけをやって左だけをやってを、交互にいろいろやってみてください。どんなビートでもいいです。その代わり右が頭にしっかりくるもので左が裏にくるもの、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、逆、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、これを交互にやることで、左右の、脳みそのね、使う脳みその感覚も変わってくるので、ちょっといろいろ遊んでみてください。では最後にこんな感じでやりたいと思います。ワン、ありがとうございました。次回をお楽しみに。